弱酸性ミリオンアーサー見ました。そこで気になったのですが、第1話の盗賊アーサーが空から降ってきた後叩きつけられますよね。ぶっちゃけあの時のアヤネルの声ってどうやって出してらっしゃるんですか、教えてください、だそうです。どうやって出してるんですか。叩きつけられた音、ボーじゃないの。え、そこ、あそこもっていうやつ。じゃあどっから声出してるんですか。喉すごい。いや、もうおー、あ、そうそうそう。できた、うん。誰にでもできる。え、でも意外、なんかもっと洞窟的なものを感じました。なんかすごかったです。なんかね、こう、なんか、喉の、うんうん、あの、喉仏の下あたり。はい。ブワーって。ちょっと待ってください。ところから出してる、なんか。おじさんいたね。え、ちょっと待ってください。怖い怖い怖い。人この声はたまにこう使うと、加工なしでもいける。そう。そう。キャップが。なんか怪物の役とか、金役で振られたら、ここから出すっていう。実際に、いや、実際に使ったことってある、うん、あります、あります。テレビアニメでも使ったことある。ここからみたいな。なんかこう、全然できてない。なんかこう、さすがだ先輩。なんだろう、死んだ人、みたいな。死んだ人が悪霊になって生き返るみたいなシーンとかで使ったことありますね。へぇー、そう。かも、まあ、そういうところで使う声をなんで盗賊が叩きつけられた時に使っちゃったのか、ちょっと自分でも、わかんないんですよ。それでもう、あの時の声をどうやってっていうので、もうすごい深刻な感じなので、うん、教えてくださいみたいな感じで、そう。来てるんですけど。なんかやっぱり今の作品で、ああいうありえないシチュエーションとか、突飛なシチュエーションでの、声って普段出ないところから出すことが求められることが多いので、普段から何かしら探してはいます。どっかから声出ないかなーって。いや、今の声出してる人初めて見ました。初めて。なんかもう男性かな、目閉じてると男性かなみたいな。くらいでしたよね。そうね。だから、家で。あ、じゃあ、ぜひ。私の系譜を継いで。ああ、はい。練習します。いつでも練習お付き合いしますので。本当ですか、じゃあ、ぜひ後で教えてください。ちょっと自分との戦いだけど。